どうも、龍神チャンネルのみやちゃんです。今回は白石区親善トーナメント敗者復活戦ですね。またもダイヤモンドさんとの試合をお届けします。さあ、この試合はデンちゃん、アツシのいつものバッテリーでお届けしていきます。スタメンはこちらの通り。さあ、この試合も大味な試合になっても自分たちのスタイル貫いていきたいです。さあ、まずは1回の攻防です。先頭バッターのこの辺りは宮ちゃんがしっかり足を動かして処理し、まずはワンアウト。そして2番バッターの3球目、追い込んでからの3球目、この辺りがキュルキュルで、ちょっとこれも声の連携がありませんでした。内野安打となり、ランナー1塁となります。しかし3番バッターのこの辺りでランナーが、これ2アウトと勘違いしたんでしょうか、飛び出しており、大きいのこの送球で一塁もアウト。ダブルプレーでいい流れで初回の守備を終えます。さあ、先頭バッター好調のオッキーがまずフォアボールで出塁します。そしてすかさず盗塁。さあ、今日もスピード違反取り締まりの対象となるのか。そして2番バッターのハジさんがデッドボールで出塁。いや、本当に出塁率高いな。そしてこのアツシのフォアボールでランナー満塁のチャンスを迎え、4番ジュンさん。そしてここでジュンさんもデッドボールで、なんと押し出しという形で先制を果たします。そして5番バッターのデンちゃん、この辺りがセカンドの後方、これが落ちる。ランナーそれぞれ進塁しますが、一塁ランナーのジュンさんがセカンドフォースアウトで1、3塁。そして前回に引き続きデンちゃんが珍しく走り、ランナー2、3塁。そして勇気はこの辺りサードフライになり2アウト。そしてミヤちゃんのこの平凡なショートゴロですが、これが送球が悪くセーフとなり、さらに1点、そして2点、そしてミヤちゃんは一気に3塁まで行く。さあ、この辺は龍神らしい攻撃できてますね。さあ、そして慎太郎はここでフライを上げてしまい、ファーストフライ、初回4点を奪います。さあ、そして2回の攻防、先頭バッターは慎太郎が足を動かしてサードゴロをさばきます。そして5番バッターのこの当たりは右中間にポトリと落ちるヒット。さあ、初回に引き続き出塁を許しますが、ここでワイルドピッチ、ランナーが二塁に進みます。しかしこの辺りはしっかりと今回は声をかけてピッチャーフライ。さあ、ツーアウトとなり、この打球はジュンさんが処理しスリーアウト。さあ、この回0点でしのぎます。さあ、2回の裏の攻撃、先頭バッターは9番の校長ケイちゃん、この辺りがくるくる、これが内野安打になる。そして1番バッターオッキーのこの場面でワイルドピッチでケイちゃんがランナー2塁まで進みます。そしてオッキーはしっかりとフォアボールを選び、この間にケイちゃんが3塁に進みます。さらな1、3塁。さあ、そして当然ながらここでオッキーがスピード違反、そろそろ累積で免停です。そしてタジさんのこの辺りで三塁ランナーのケイちゃんが飛び出してしまう。ここで3本間に挟まれ、ケイちゃんはアウト、ランナーは1、2塁に変わります。さあ、しかしここでスピード違反、ランナーはそれぞれ盗塁で2塁3塁のチャンス。しかし淳はここで前回同様上げてしまい2アウト。
さあ4番の校長潤さんはフォアボールを選び再び満塁と迎えます。さあそしてデンチャのこの辺りは三塁フォースアウトで2回の裏は0点で攻撃を終えます。さあ3回先頭バッターはタジさんがバックバックバックしセカンドフライ。で9番バッターは粘りに粘られてフォアボールを与えます。しかし1番バッターのこの辺りはファーストフライ。さあこれで2アウト。そして2番バッターを渾身の直球で三振に仕留めます。さあ裏の攻撃、勇気が三振振り逃げ、これで出塁をします。さあそしてここで盗塁の勇気が一気に三塁まで進みます。みんな足動いてるね。さあこれ宮ちゃんが相手に揺さぶりをかけていく、さらにかけていく、これ勇気がいい飛び出しですね。騙されてるのかどうかわかんないですけども、いい飛び出しです。さあ粘りますが爪が甘い、ファーストフライに打ち取られまず宮ちゃんがアウト。そして慎太郎がこの冒頭の間に勇気が生還、そして慎太郎はフォアボール。そして9番のケイちゃんの当たりはこれがちょっと変則打球になりますが一塁アウト、そして二塁に慎太郎が進みます。そして1番好調のオッキー、これがショート処理しきれず内野安打になる。さあこれでランナー1、3塁。さあそして当然ここで違反をしていきます。オッキーこの日4盗塁。さあ先ほどの失敗を返したいタジさん、この辺りがショートがこけてしまい、なんとヒットになる。そして2人生還、8対0とリードを広げます。そしてこの間にランナーが進塁、そしてこれ3投。さあ田地さんもスピード違反をしっかりしていく。そして淳のこの辺りいい当たりですが、こぼしてるが、あーちょっと足が遅かったかな。さあそして4番の潤さん、今日キュルキュル本当多いですね。これがキャッチャーゴロとなり3アウト。さあ3回の裏4点を追加し8対0で最終回となります。でその最終回先頭バッターの3番に右中間を真っ二つに破られる。さあこのバッターも宮ちゃんの後輩、いいバッティングしてくれます。さあそして4番は宮ちゃんの先輩、ここはレフトに飛ばされますが、オッキーのあの肩を見てるとなかなかタッチアップは取れません。これでワンアウト。しかしいい返球でした。さあそしてデンちゃんこれ渾身の3球勝負、三振。さあ2アウト。そして最後のバッターもレフトフライに打ち取り、さあこれでこの回も終了。さあつらっと次の回をやりたいなという気持ちでやったら審判がしっかり分かってました。残念ながら4回コールドゲームで8対0で勝利いたしました。さあ白石区親善トーナメントは敗者復活戦勝利できましたので次のステージに駒を進めることができました。次の試合も気合い入れて頑張りたいと思います。今回の動画は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。